はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、ただいま4月25日水曜日でございます。あれからあんまり進んでおりません。5年目、7月、このね、右下のね、行動ポイントがあるんですけどね、これをゼロにしたことは一度もないというね、多分ね、20ぐらい減ったことないですね、ほとんどね。全然ね、遊ぶ暇はないんだよ。忙しいんだね、意外とね。こう、思ってるより忙しいんだね。ちょっと横にずらすよ。よいしょ、こんな感じでね、しょうがないでよ。指入りますよ。これも何したかったんだっけ。これかな、これだね。じゃあまあ、ざっとね、今5年目終わりそうなんで、5年目のね、今のマグの状況を、ざんとこうね、お伝えしましょうかね。はい、ご覧の通り、アフリカリーグから出れません。はい、5年目もアフリカで2位でしたね。残念ですけども。今ちょっとね、大会をね、アフリカカップにしてるのはちょっと、あんまりね、この IFC カップの商品があんまり良くないんで、こっちアフリカカップばっかりやってますね。練習のものがいっぱい出るんでね。で、まあ、ご覧の通り、これが、マグの優勝を阻む、美人オーナーのいるムンデスというチームなんですけど、いよいよね、勝ち点7差まで迫ってきましたね。一応ね、なんだかんだね、毎年、ちょっとずつ迫ってるんですよ。で、前回のね、成績がね、実はね、これ無敗優勝してるんですね、ムンデスが。もう、お話にならない。確かに、2分け0敗とか、そんな感じですね。で、ちょっとカットしてね、スクリーン、スクショ動画にちょっと着替えますよ、また。はい、じゃあちょっと一旦カットしますね。はい、ということでね、今戻ってきましたけど、これはね、4年目の成績ですね。見てください、これ。0敗ですよ、これ。こんなんされたら、どうやって昇格したらいいのっていうぐらいのね、下手すると勝ち点100いくんじゃないかっていうぐらいのね、恐ろしいことしてきたんですね。で、たまにね、こういうことがやっぱあるんでね、ちょっとね、難しいですよね。じゃあちょっと振り返りますか？いろいろ、さらっとね。あ、そう、ムスタフィー取ったんですよ、ムスタフィー。星3センターバック、ムスタフィー。やっぱね、アーセナルファンとしてはね、絶対引かなきゃいけないですよね。というわけで、ちょっと一旦オープニング、また、スクリーンショット動画の方をお伝えしますよ。で、あと、取ったのはね、スナイデル取りましたね。さっき言った、ゼロ敗ね。やっぱ M ボマが点取りすぎですよね。ちょっとね。強奪したいけれど。で、久保も全然そんなにね、全試合出てるわけじゃないんで。で、これが、ベスト11なんですが、ほとんどね、うちなんですよ。メンコノとエムンバぐらいしか、あとオリガー。オリガーってオリセイのことかな。懐かしいですね。ワールドカップでね、すんげえ弾丸ミドルシュート決めたやつね。サンデーオリセイ。だね、そんなの。そして、もう一人、グラニトジャーカー。取っちゃいましたね。ちょっと引きますよ。で、なんだかよくわかんない。シーズン最後にね、試合できるこの、これ何これ。ワールドクラブチャンピオンシップ3部。なんかね、予選突破したみたいですね。なんだかよくわかんなかったんです、これ。いつの間にか出てきて、いつの間にか優勝してましたね。で、もう変えるんだけど、ちょっと星4の選手はちょっと厳選したいですよね。カイルウォーカーごときに、こんなお金使いたくないですからね。はい、じゃあ次、サクサクいくよ。なんか違うのが入ってる？あれ、なんかゲームが違うんじゃないですか、これ。すいませんね。ゲームが違ったね、今ね。まぁ、ちょっと申し訳ない。あんなのやってるから、サカツクがなかなか進まないんじゃないか。というわけで、アフリカリーグはね、ずっと準優勝なんですね。ほんとね。で、ここはもう5年目ですね。5年目の6月。ね、ちょっとね、好きな選手なんで、ビクター・モーゼス取りましたね。で、WCC は、これ、第1ラウンド突破で負けてます。なんか2万ぐらいあったやつ、サンパウロ？リオデじゃねえよ。わかんない。なんかね、異様に六角形がやばいやついました。で、また、さっきのやつね、ムンデスですよ、我が。で、まあ、試合出場がね、こうやって見ていただければわかるけど、なんとなく、私のチームの、本筋がわかってくるんじゃないですかね。誰を使ってるのかがね。こんな感じですよね。マスチェラーのルーキーがね、ちょっと今ね、お気に入りですよね。
で、この間お伝えしたこのアーセン・ベンゲルは20試合で出るんですけど、めちゃくちゃ弱いですね。やっぱりフォトツクの選手はそんなに強くないんですかね。それともまあレベルが低いからかもしれないけれど。で、ズラタンは9試合。ズラタンも星5とはいえ、最初なんで、今は大事にやっております。全然勝てなくなっちゃうんでね、ズラタン入れると。はい、というわけで、スクショ動画でした。残敗差がつくに戻ります。駆け足で戻りましたけれども。じゃあちょっとね、シーズン進めていきたいと思いますよ。アルバが違和感を持ってるそうですよ。あなたが違和感を持たれちゃうともうどうしようもないからね。じゃあ次のシーズン行きましょうか。これで弱った6年目ですよ。結構ね、あれ、自分はね、動画、すごいんですよ。YouTube 歴10年もあるんですよ、私。すごい前から YouTube やってるんですけどね、全然、アクセスは低いわ。チャンネル登録数もね、まだ1000人ちょっとしかないんでね。もう、やっぱね、若輩者っていうぐらいの気持ちで、こうやって喋ってるんですけど、他のね、方の、サカツク動画も、実は見て参考にしてるんですけれど、すごいですね。10年、15年とかめっちゃ進んでてね、いかに自分が進んでないかがよくわかりました。いかんね、ほんとにね。さあ、というわけで、6年目のスタートですよ、遅い。これ、ね、なんか、マグの動画はそんなにアクセスが高くないのに、サカツク上げたらすごいアクセスがあって驚いておりますけれど、皆さんどこまで進んでるんですか？私めっちゃ遅いでしょ、やっぱり。ねえ。だからね、むしろ私が教えてほしいぐらいですね。なんか、結構ね、他の方は情報系、攻略系の、やっぱ10年、15年進んでればそういう動画になりますよね。そういうのをね、やっぱりどんどん上げてらっしゃるんで、私はどうしよう、何を上げよう。いや、まったり、いきますかね、まったりね。まったり上げたいんだけど、なんもこういう時にはね、いい選手上げてよ。出てきてよ。あ、で、監督はね、星1の選手全部取っちゃいました。監督も、なんていうの、取って、控えに置けるんだったら、全部取って、コレクションっていう感じでね、やっていこうかなと思います。で、5年目のね、マグの能力をちょっと見ていきたいと思います。4年目あたりからね、フォーメーションコンボができることに気づきました。それまで気づいてなかったんです、できたことに。ここのね、お任せ、あ、見えてないね。見えてないの。ここら辺にね、ちょっとね、実はね、これが自画撮りだからできる技。お任せ。っていうのがあるんですよ。これでね、フォーメーションを選ぶと、こうやって、フォーメーションのメンバー、さらに他のメンバーは今の中で一番能力の高い選手が、勝手に選ばれます。で、はい、ここがまた、自画撮りだからできる。動画編集すりゃ早いんだけど、ちょっとボケちゃうよね、やっぱりね。12000。皆さんは今どういう出来でしょうか。僕はね、これでやってます。15000。違う、12000。嘘ついた。12000ぐらいで大体やってます。ただね、これ、残念なのがね、使えない、このフォワード、オリバー。星1のね、初期面がね、試合出なきゃいけないんですよ。これがね、非常に歯がゆい。で、これがないとね、残念ながらね、なんだ？発動しないんですよね、なんかが。これ、なんつうんだっけ。フォーメーションコンボがね、発動しないんです。ショートカウンターっていう、反町さんですね。監督反町さんだとこういうのが覚えられるんです。ただ、フォワードにシャドーストライカー、トップ下にアタッカー、ボランチにクラッシャー、これがいないと発動しないんですが、今のマグのメンバーだと、初期面オリバー、初期面裏の、ここはね、マッシェラーノでもいいのかな。マッシェラーノにしちゃってると思います。で、トップ下アンドレ・ゴメス。これが一番今のマグにとってはいいんですが、からですね、さらにメンバーをね、実は変えちゃってるんですね。やっぱり、育成も大事と勝手に思っております。初期面をいつまでも使ってる場合じゃないんですよ。なので、星3の選手とかはね、結構混ぜてますね。今で言うと、まあ、ベンゲルは当然、ベンチに入れておるんでね。こういう感じで。
で、イブラヒモビッチとイブラヒモビッチがね、一緒に出ちゃうとね、勝手に画面がリセットされてね、オープニングに戻ります。だからね、ちょっとうざいんです。ズラタン星にどうしようかな。邪魔でしょうね。で、こうやって、あと、小野伸二とか、河本鬼重とか、そういうのをね、こうやって、控えに置いて。で、控えは当然、前回言ったかな？ゲームプランで、残り15分になったら、まあ、自分で選択してますけどね、今は。残り15分はフォーメーションコンボが発動しないと。オリバーに変えてズラタンと。ズラタン星5。こういう感じで、一応試合数だけは稼いで出してます。で、このフォーメーションコンボが発動しているこの3人のうち誰かが怪我した、コンディションがふにゃーってなってる場合は、こっから能力重視。こっちにしちゃってます。で、またさっきみたいにベンケルさん入れ直したり、あだこう出して。で、フォーメーションコンボが発動してる3人はもう控えに置いて、回復の方に専念してもらうと。そういう感じでやっております。これがね、正しいか正しくないか、それが全くわからないんだよ。だからね、今もアフリカにいるんだ、私は。どうなの？みんなはどうやってるの？どうやったアフリカリーグを超えたの？もしね、マグの今のなんかメンバー編成と似たような編成なのに、俺はもうアフリカ超えたよっていう人はね、ちょっと教えていただきたいですね。で、監督をね、こんな風にいっぱいいるんですが、ちょっと見てみましょうかね。トムシエ。スリーバックじゃないんだよね、トムシエね。フラットスリーでしょ、そこは。ちょっと、この辺はおふざけ動画にしましょうかね。じゃ、トムシエ。フォーメーションコンボ優先。サイドアタック強化みたいですね。ただ、うちはなんだ、クロッサーがいないんですね。だから、どうも発動しないみたいですね。ただね、トムシエでしょ？トムシエなんだからさ、そこはやっぱりフラット3じゃないとダメでしょ。あ、じゃあサクサクちょっと全部見てみましょうか。他にもフォーメーションコンボが発動するやついるのかな。尾形武史。どっかで聞いたことありますね。尾形ちゃんごめんねーってやつですか、本当に。ね。まあ、もうご覧の通りね、私はベルディサポーターですからね。あの監督が何をしようとどうしようとですね、嫌いなものは嫌い。ねえ、絶対忘れねえぞ、ねえの。ああ、でも、あれなんですね。フォーメーションコンボ発動するんですね。361じゃないですか。またなんでこれを選んだんですか、セガさん。私の嫌いな。ねえ、キーちゃんだって言ってるでしょ？ 5 バックだって言うから帰ったんだよ。それはなんでジャマイカ戦で4バックやってんだもんやろっていうね。そういう怒りですよね、本当に。フォワードがストライカーで、真ん中にクラッシャーで、C がカバーリングだそうなんですけど。え、98年フランスワールドカップの時ってそんなんだったんだっけ？フォワードはストライカー、まあ、ロペスか、ゴンでしょ？クラッシャーなんていた？山口だと誰いたっけ？ボランチって。もう忘れちゃった。で、C がカバーリング。カバーリングこれだと真ん中中西英介じゃなきゃダメってこと？またそれもセガさんすごいことやってくるじゃないの。今日は何これ、ぼやき動画でいいの俺。ずっとちょっと監督のフォーメーションコンボを延々と見る感じになるけど。じゃあ、ハンスオフと。これ面白くなかったら全部カットしようかね。結構あれですね、簡単に発動しますね。だからこれ、発動した方がいいと思うんだけど、どうなんでしょう。あ、ショートパスサッカー発動した。あ、しかもズラタンを使える。お、小野伸二香川。そうなの、使えるの。で、フォーメーションコンボレベル7とか結構高くない？ね、さっき岡田武じゃない、尾形さんは11もあったからね、結構高いよね。ポストプレイヤーとセントラルミッドフィルダーと司令塔だそうです。これで付くようです。なんかまあツイッター来ちゃったね。危ない。映ってなかったからよかったけど。こういうふうにね、全選手のパストラップキープが
40% も強化とかだからね、多分使った方がいいと思うんだけどな。どうなんだろうね、わかんないや。んで次は、あ、肉気、肉気って、まあまだこれから憎まれる人だけど、まあ、もう憎まれてるかなね、西田昭雄監督ですね。西田ジャパンなんて言われるんですかね。ね、誰入れんの、久保君入れんの、やっと入れんのね、もう愚痴が止まりませんけれども、フォーメーションコンボはセンターライン強化。うわ、なんかフォーメーションコンボレベル14だよ。あらららら、そんなすごいの俺。こっちに変えようかな。ストライカー、ダイナモ、ハードマーカー。あ、まあ、でも、真ん中以外はちょっとな、あれって感じですね。やってやれないこともないって感じか。これ監督選ぶのって他でもできるのかな。いちいちめんどくせえな、ここまで来る。あ、しかもほら、ボタンを就任する遅くなっちゃった。さあ、今日はこんな感じですね。要は、フォーメーションコンボをやってみよう動画です。6年目になればね、フォーメーションコンボはもう、結構みんな多分選手いっぱい取ってるからやってるよね、多分ね。ああ、でもダメだ。ほら、サイドアタック系俺ダメなんだ。カモさんだとダメだ。サイドアタック系のフォーメーションコンボは発動しない。鶴松さんは自分の今のメインでやってる人だけど、やめとこうかな。ヘンリー。イングランドのヘンリーって書いてある。これ誰？これ誰？これ誰？誰か、モデル知ってる人教えてください。ヘンリーって。ヘンリーって誰？ハイプレス。お、でも発動した。ズラタンにハイプレスってのはちょっとおかしいけど、あ、でも初期面被ってるし星2なんだよな。ちょっと違うな。ディフェンスリーダー、セントラルとポストプレイヤーだそうです。でもセンターバックがね、うちあんまりちょっといいのが揃ってないんでね、これも多分5バック系はダメなんで、まあ、岡田さんとこのヘンリーは使わないですよね。さあ最後。佐藤博士。誰これ。佐藤博士って誰だろう、これもちょっとわかんないですね。佐藤博士って誰だろう、モデル誰か分かりましたらコメントでお願いします。佐藤博士って誰だろうね。センターアタック強化、久保小野。これはまた マスティラーノでいい感じ。センターアタック強化レベル13。でもね、俺ウィングがいねえな。ストライカー、司令塔、ダイナモだそうです。こんな感じ。いやー、でも、ニック機、岡田が一番良かったかもしれない。まあいいや、使わない。ソリマッツさんでいきますよ、ソリマッツさんで。というわけで、今後もね、ちょっとこうやって、なるべくね、フォーメーションコンボで成立させて戦っていきたいなと思っております。ね、皆さんはね、この、6年目のシーズンでアフリカリーグ突破できたんでしょうか？私は突破できる自信がありませんけれど。じゃあね、今日はここまでとしたいんですけど、ちょっとね、なんかもらったの。だから最後にガチャ引いて終わりたいと思います。なんかね、もらったの。ほら。星3と星5、1枚ずつ持っております。で、じゃあこれ引いて終わりたいと思いますね。じゃあ星3は、今回星4以上出たらもうマグの勝ちってことだよね。星3でもね、知ってる選手ならいいんだよ。ダブらなければいいんだよ。ダブらなければお願いします。お、来た。CD が上にバサッと来たってことは、これは星3ではないということですね。ただ、何のコメントもないっていうことなんですね。ってことは星5はない。星4だ。どこのポジションいいかな？俺サイドアタッカーとね、センターバックが不足してるんで、ね、そこら辺お願いしますね。お願いします。星4来た。はい、ありがとう。フィルミノーでフォワードか。フォワード多すぎ。フォワード多すぎ。フィルミノーは嫌いじゃない。嫌いじゃないんだけど、なんでそこなんだポジション。両ウィングつくでしょ、これ。
どこもできるでしょう。俺、せめて両ウィングつこうよ。センターフォワードだけではないでしょう。まあ、リバプールはずっとそこか。ずっとそこからね。まあ、いいでしょう。でも、フィルミノ使わないかもな。きついな。使わないかもな。ベンゲルさん使いたいしな。まあでも、星3のチケットで星4が引けたっていう幸運は、見逃せないところですね。さあ、一番被ってはいけないのはこの星5ですよ。ただ、もうすでに、こちら、イブラヒモビッチとアルバはもう引いてるんだ。だから12分の2はもう引いてるんだよね。さあ、マグの、能力としてこれ12分の10を当てねばなりません。欲しいのはチアゴシウバ、バランだったら組み合わせが可能。ボランチもまあいいでしょう。星4がいない。サイドアタック、あのオフェンシブミッドフィルダーは飽和状態なんで、結局この3人もねいらないんですよね。あのトップ下だらけなんだうち。お願いします。ロナウド、カンテ、カゼミロ、バランチアゴシウバ。半分か。でも、その分と結構確率減る。まあ、ダブルじゃなければいいです。ダブルじゃなければいいです。ダブらないでください。お願いします。ダブらないでください。ダブったな、これ。うわ、もう、ほんとやんな。もうズラタンじゃん、こんなの。もう引きたくない。絶対ズラタンじゃん、こんなの。だってスアレス、ポストでもないし、エアコマンダーでもない。うわぁ、もうやんなっちゃった。やんなっちゃった。ズラタンだよ、これ。まだ3回目じゃん。まだ3回目だよ。星5でダブルかね。これさ、逆にさ、あれなのかな、全部ダブってないよっていう人、6年目でいるのかな。星3も星4も1回もダブったことないよっていう人いたらね、もう自慢してください。マグのコメント使っていいから。あー、100にしかならないのがね、痛いよね。あー、なんかあれだな、番組の後半エンディングにかけてため息しかつかないね、なんかね。というわけで、これから6年目頑張っていきたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。何の底上げにもならないんだよ、これ。ダブリだとさ、勘弁してくれよー。いい。なんかリアクションしてほしいよね。